はい、えー、今日金曜日ですね。7月15日でございます。7月もむちゃくちゃ儲かって、もう止まんなくなりましたね、もうね。昨日は凄まじい利益が出ましたよ、本当に。たった1日で。もうね、月収ぐらい。もう月収じゃ効かないですよね。まあまあ、この辺にしときましょうか。で、今、冷やしを見ていただいてるんですけども、ご覧のようにね、昨日1日でこの強い陽線が出てるわけですよ。すごいですよね。うーん。だってね、 136円から137円いくかなと思ったら139円までいっちゃいましたからね。で、こういうことは滅多にないわけではありますけども、ここでも同じようなことが起きてますよね。うんだから、この要線ってのはこうやって色々見えますけども、この一本の中にいかにドラマがあったってことなんですよね。えそして私と似たようなエントリーした人が似たような利益を上げているっていうところも見えますし、同時に、 やっぱりそれだけ損失を出してる人がいるっていうのも忘れちゃいけません。誰もが稼いでるってことはないんですよ。誰かが稼いだ分、同額誰かが損してますからね。これが FX を学んだものと学んでないものの差なんだろうなと思います。まあ表裏一体と言いますけども、表の方で50万稼げば裏の方で50万失った人たちがいるってことですよね。はい。ということで、冷やしの方はまだ相変わらず絶好調で右肩上がりでございます。迷いなしですね。 はいでこの3本の線はもう使えなくなってきましたんでぼちぼち消していこうかと思います新しいラインの設定に、えー、来週からは入ろうかと思いますねじゃあ4時間の方を見ていきますさあ4時間なんですけども気づく点っていうのはまあもちろんあのこういったところをねあのブレイクしたっていうのはもう過去の話ですけどもあるんですよでもその次にここです伸びがちょっと止まりましたよねで上下のヒゲを出しながら横ばいに向かっている ってていうところが見て取れるんですの、まあ、で,で今日はねエントリーに向かないというふうに言ってもいいと思いますでそれをね1時間で見ていきますよもうね思い出していただけると思いますけどもほらこれってエントリーに向かない図っていうことが分かるでしょ陰線と陽線が交互に出ていることねで上と下にヒゲが出ていることこれ一定の方向性をつかみにくいわけなんですよだからブレイクを待つしかないかなってことになりますとりあえずは横ばいに入ると思いますんでね で今、だから、ポジションを整理する方と、新規でポジションを立てる方と、おそらくバイの方にね、立てる方と、それから、うん、多分、まあ、セルで貼る方もいると思うんですよね。入り乱れてるところだと思うんですよ。まあ、ですんで、ここにエントリーをすれば、すぐにそれがロスカットなり、利格の嵐にあって、資金が出たり入ったりしてる、そういう状態なんじゃないかなと思いますね。ですんで、え今日なんですけども、 もうね、一方的な伸びっていうのは止まりましたんで、これ昨日だったんですよ、ボーナスタイムは。今日はね、どちらかというと、また新たなる方向性を目指して、チャートが迷ってる状態に入っていると言えますんで、えー、現在139円の水準です。138円の899ってところを指してますよね。そして時には139円をちょっと、10ピップスほど上回ることがあるかもしれませんけども、このあたりでブラブラーと横ばいに入ることが考えられます。その辺を、 今日金曜日を通じて見ていって、今日やることっていうのは、利益を取ることとか、それからエントリーをすることではなくて、来週の方策を立てるためにしっかりと観察することだと言えます。それでは本日は以上です。また追加の放送をお待ちください。